デブは団体行動のペースをほんと乱すね。ほんと昔からね、田中くんが来ませんみたいなね、あの感じ、あの感じだな。月曜ちゃん食い順位光る深夜のバカ力。マシントラブルスタートですよ。ゲッとか言ってますよ。ゲッって止まってねえ。 TBS 最近さ、タバコどんどん吸えなくなってるよね。みんないいの？俺はほら、なぜか俺は10月から本当に急に良くなっちゃったから、全然もうほら、俺ってさ、自分に関係ねえことに関して正義感とか理屈とか一切働かねえからっていうか、俺はいいけど、この2月の1日ぐらいからだよね、 TBS あらゆるところから灰皿消えて、ですげえのは、まず灰皿消してから今ゆっくり喫煙室作ってるよね。普通同時じゃん、同時じゃん。いや、これ俺がもしね、タバコやめられてなかったら、まあぶんむくれてると思いますよ。しかも厄介なことですよ、厄介なことに、自分がただタバコ吸いたいってことを正当化するための理屈はどんどんこう重ねていきますから、まずタバコを吸えるとこを確保してから、タバコを吸えないゾーンを作っていくんじゃないと、物の道理だみたいな、そんなのはあれだろう、パンツ脱がずに風呂入るようなもんだろうみたいな、合ってるか合ってないか分かんないようなことを大声でまくし立ったと思うんですけど、まあ僕そういう意味で関係ないんで、なんとも思ってませんけど、なんかね、PBS の中でも、健康増進法でしたっけ？ね、小泉政権が作ってくださったありがた迷惑のさ、ね、まあ、副流煙に悩まされる、タバコをお吸いにならない方とかからしてみればありがたい。ね、で、タバコを吸う人からしてみたら、なんだか余計なお世話のやつがどん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 なってんだけど、で、おなじみのあの健康増進法に従ってたと思うんですけど、なんかね、どんどん灰皿撤去してタバコ吸えた廊下にもタバコ吸える場所とかあって、それどんどんなくなって、ほんでそれ以外にちゃんとガラスで囲ったちゃんとしたこの喫煙できますっていう場所をこさえて、でタバコもそこだけです、多分それが法律にのっとってるやり方なんだと思うんだけど、そういう風になってってるっていうんだけど、タバコ吸える場所まだできてないとことかあるよ、作ってる途中のとことかない、なんか工事してる途中のとことかいっぱいあるでしょ、ねえ、なんかいいのあれでねえ、であとよくわかんないのが、スタジオの中はいいの、なんか曖昧な答えが返ってくるの、いろんな人に聞くと、タレントはどうなのみたいな話聞くと、タレントさんはなんかその規定外で、あくまでまずは TBS の社員はダメみたいな、なんかすごい変な答え返ってくるんだけど、俺逆に俺吸わなくなっちゃったからさ、別に俺逆に中途半端な立場で、人が吸うの全然大丈夫なんで、当然ね、よくさ、ダイエットするとすぐデブをバカにする元デブがいるでしょ、ああいうようなことには僕はならないって決めてますから、僕自体は人が横で吸ってようが吸ってまいがそれは全然大丈夫なんですけど、なんつったですかね、それもおかしな話じゃん、だって法律にのっとってそういう分煙を始めたんだったら、タレントはいいってことはねえだろうって話じゃんか、ね、変な話だけど、健康増進法ってのは国民のさ健康のためにさ、なるべくタバコを吸わせないようにしたわけじゃないですか、それに対してタレントはまたちょっと別でいいって言うと、タレントは死んでもいいって言うのと一緒のことですから、そんなひどい話はないわけですよね。だから俺は何なの、大体そう考えると、どっちに賛成でどっちに反対なのかよくわけ、ただただ文句を言いたいだけなんだけど、ただ文句を言いたいだけでまあ言ってるんですけど、なんかね、そんな変な状況の、俺何の話から最初しようと思ってこの話言ったんだっけ、デブは団体行動のペースを乱すって話がなんでこの話になってんだろう、
あのね、そもそも言いたかったのは、プロ野球のキャンプの話を言いたかったはずなんですけど、なんで TBS に本当に意味もないイチャモンをずっとつき続けてるのかわかんないんですけど、でもさ、すごいんだよ。口約束のどっか行っちゃい方とかすごいわけ。だって俺ここの TBS に来るときに、正直他に何局かラジオ局からそのオファーがあって、で、タバコが一番吸えんのが TBS だから、そのタバコに関する規定が一番良かったのが TBS だったから、TBS にお世話になりますっていう形で、で、その時に誘ってくれた人は、変な話、どこで吸ってもいいっていう話をしてたのに、こうなってるわけじゃないですか、今現在。ただあの時売り手市場だったけど、今そうでもねえんだよな実際な。じゃあやめればって言われたらすげえ困るみたいなところもあるから、今まあグーの音も出ねえし、で偶然そのタバコもやまってっからいいんだけど、なんかのタバコに関してちょっとこの今 TBS の中で起こっているその分煙運動みたいなのに関してすっごいイラついてるのは確かなんだよな。だからちゃんと、だからなんていうの、この俺の言ってることが変な風にブレないようにするために、今日から吸うか、また今日からもう一回吸えば、堂々とあの人吸ってるから、その運動に反対なんだなみたいなのの辻褄が合ってくるかな。でももったいねえしな、せっかくここまで吸わないで来てんのにな。今吸ったら多分ゲホンゲホンってなっちゃうしな、かっこ悪いしな、なんかな。そう、それでまあ中日のキャンプ、そう、中日のプロ野球のキャンプの話をしたかったんですよ。なんかね、ことの起こりはね、スポーツ魂って僕のやっている、スポーツニュースに、中日ドラゴンズの落合監督が来てくれたんですよ。ね、落合監督が生ゲストで来てくれて、で、番組のエンディング終わって CM 行った後にラスト5秒ぐらい、必ず、普通で言えば来週も見てくださいねみたいな、本当に5秒だけの、生ゾーンっていうのが大体あるわけですよ。で、そこはもう台本もなければ何にもないから、大体こういつもだと、じゃあ今日は伊集院が何か言ってみたいなことをちょっと言ったりとか、あとは、その場でちょろちょろって打ち合わせして、ミニコント風のことをやったりとか、あとは54321でスタジオに切り替わった途端に俺が仮面ユナのおっぱいをギューって揉んで「Thank you! Thank you!」って言ったりとか、まあ大体そういう大体そういうやつなんですね。何が「Thank you」か分かりませんけどね。ねまあその後まあ俺はあれですよ、まあ、5秒でスタジオはねもうそこで終わりで CM で次の番組行っちゃいますから、まあで俺はちょうど、みんな見てないけど俺はパトカーで運ばれていくみたいな連れていかれるみたいなのはまあ大体普通のパターンなんですけど、その日落合監督がゲストに来て、でじゃあ落合監督なんかこう僕が最後に一言とだけ振りますんで何か言ってくださいっつったら、落合監督が「いいよじゃあ何か言うよ」っつって、ほんで5秒前4321でその5秒間だけの生スタジオ来て、俺が落合監督最後に一言っつったら、伊集院が、沖縄ドラゴンズキャンプに一日体験入団しますって言って、あわわってなってるうち終わっちゃったわけ。みたいな、もう何もそんなの今までその何の打診もなくですよ、何の打ち合わせもなくですよ、断る権利もないじゃん。だって5秒でもうスタジオ終わっちゃってるから、信子とディープキスと同じぐらい嬉しいじゃん、そんなもうものすごい嬉しいじゃん、こっちも嬉しいよ、めちゃめちゃそれは嬉しいけど大変だよ。いやだから変な話、スタッフはもうすっごい盛り上がってるわけ。プロ野球のキャンプで、プロ野球のキャンプの取材って行くことに行くってことは、大体グラウンドのそうね、パリーグちょっと緩いんだけど、セリーグの人気球団なんかはもう三塁側ベンチの前の、1メートルぐらいの幅のこう土地ゾーン以外はカメラも入っちゃいけないと。そこに要するにカメラ並べて遠くから撮る分にはいいけど、それ以上の中はもう練習でそのチームの選手だけのラインだから、選手だけのゾーンだから、その当然取材は入れませんみたいなのが普通なんですよ。でだから変な話、そのテレビ東京のスポーツニュースの、まあ、キャスターとか一応真ん中座ってるその伊集院光だけが、まあ、レポーターとしてそのグラウンドの中に入って、でしかも直接練習を体験できるなんていう
特権をもらえるっていうことは、それを頼んだってもらえないからね。実際あのそういうのさせてくださいっつったってできないけど、それはその中日ドラゴンズで一番偉い落合博満監督が自分から言い出したことだからできんじゃんみたいな。で俺は俺でプロ野球選手と一緒に練習に参加できるっていうこと自体はめちゃめちゃ嬉しいんだけど、問題は死んじゃうじゃん。だからそこがすごく難しいのはね、落合監督からしてみたらですよね、落合監督が今まで見たことある人のその人を基準に考えるから、たとえ野球経験があろうがなかろうが、まあこうその邪魔にならない程度に一緒に運動するぐらいのことはそれは誰でもできるだろう。だってその野球経験がないっていう意味で言えば、2月の頭にドラゴンズのキャンプにハンマー投げの室伏が来たけど、結構同じようなペースでできてたぜっていう、そういう感覚だよ多分。忘れちゃってんだよな、意外に室伏も体育が上手だっていうことをすごい忘れちゃってるわけ。てかさ、結局さ、プロ野球のエリートコースを歩いてきた人間からしてみるとさ、体育が頑張っても頑張っても1なやつなんか見たことねえんだよ。だからそのそんなに大きいことを許可した感じもそんなないと思うんだよ。要はその許可した日に一日一緒になってさ、なかなかうまくはいかないだろうけれども、まあ汗かいて帰るだけでも外から見えないいろんなことが取材できていいんじゃないのぐらいの感じの振りで落合監督なわけですよね。でスタッフの方もそのスタッフの方がまだちょっとテレビ寄りだからヘトヘトになってはなるだろうけど、そのデブチンがヘトヘトになってるざまも含めてある程度面白い珍獣、死にそうな珍獣の絵じゃんね。この間ほらたまたまサメ撮れたのいたじゃん、深海のサメがたまたま撮れてさ、結構テレビを賑わしたのと一緒でさ、そういう絵が撮れればいいやぐらいで喜んでんだけど、俺はさ、俺の体を一番よく知ってるから、そこまでもいかない可能性をすごい見てるわけ。だってさ、テレビでヘトヘトな絵を撮ろうと思ってもこう最初のもう俺の中では最初のウォーミングアップでヘトヘトになるって思うもんね。もう最初のウォーミングアップで、だってほらプロ野球選手のウォーミングアップってさ、俺のそうね半年分の行動ぐらいのあのきつさだからさ、もうその段階で俺ダメだろうって予測が立ってるじゃんか。でもそうするとさ、テレビでさ、今日伊集院光が中日のキャンプに参加しましたって言ってさ、おはようございますなんて映画あってさ、それじゃまずランニングねなんて軽く体温めるために終了っていうわけにはいかないじゃん。テレビとりあえずいくつかその辛そうな映画ないといかないじゃん。俺は辛くてもテレビ的に説得力のある辛そうな映画撮れなきゃダメじゃん。で俺はそこまでもいかねえんじゃねえかなみたいのがあるからさ、何喜んでいいやら悪いやらな感じでさ、先週のね金曜日かな、木曜日の夜中沖縄行ってさ、ほんで金曜日の朝からドラゴンズのキャンプに参加してきたんだけどさ、まあ思った通りウォーミングアップで2キロぐらい走るね。ね、いやあのね2キロ走るっていうのはウォーミングアップじゃないもんね。よくさ俺がとりあえずドリアっていうファミレスでとりあえずドリアっていうドリアの食い方をするとみんながさ、ドリアは前菜じゃないよねっていう感じの反応するのと一緒だねあれね。相当行くんだよねランニングね。でまたさ、その自分としてはさ、こうこれが普通のバラエティでデブヘトヘト企画の一人だったらさ、またモチベーションもちょっと違うんだけどさ、一応スポーツニュースのキャスターとして、キャスターお前が Thank you ね、スポーツニュースのキャスターとしてね、いつも仮面屋のおっぱいでかいなって思ってるだけではなくですよ、いろいろお伝えしてるね、お伝えしてる立場としてみれば、その気持ちとし気持ちの切り替えとして
他の他社のスポーツニュースが入れないところで、しかも、他社のスポーツニュースが行けない距離、その近づけない距離でいろんな選手と話ができるんだから、ここで少しでも話聞いて少しでも多くの話を聞いてから死のうと思ってるからさほんでその時一緒のグループで早く来てた若手が中日の中村っていう今年一軍来るかなっていう感じの選手と、あと堂上、今年ドラフト1位で入った堂上のお兄さんの堂上っていて、で堂上兄弟の兄の方って、これも今年ちょっと一軍入ってくんじゃないかっていう選手でがいたからさ、一緒にこうやってちょっとそのヘトヘトになりながら、今日も天気良さそうですけど、そろそろキャンプもかなり日にちが経ってるんで、若手からしたら正直早く雨降ってくんねえかなとか思いませんかみたいな話聞いたらさ、あ別に思いませんなんて言いながら走ってていやでもあるでしょ、中日のキャンプ、他のキャンプは他のチームのキャンプは4日やったら1日休み、4日やったら1日休みなんで、中日だけは6日やって1日休みだから、よそよりまたマシンがすげえトラブって出た、このマシンほら止まっちゃったどうしようか、なんじゃこりゃ、どうもリズムに乗れないね。初っ端のこう、オープニングテーマにノイズが乗ってガツってなったところから、ほら、俺ってほら、音楽系の、すごい、もともと FM バタの出身だから、ああいうノリみたいなグルーヴ感をすごい大事にするじゃんか。だからここまでほらもう22分も経ってるのに、俺が満足いったトークは、もう仮面アナのおっぱいを揉みながらサンキューって言ったっていう、あそこ以外全然満足できてないっていう、この低たらくですよ。本当に情けないですよ。ちょっとまあ整理して喋りますけど、まあ、まあ、俺が、その、テレビのスポーツニュースの生放送のラスト5秒で、ね、頭の中の妄想では、まあ、俺が亀山のおっぱい思いっきり掴んで、センキューって言えばいいんだけども、ここはゲストの落合監督にね、なんか一言みたいに言ったら、落合監督が、中日のキャンプに伊集院が1日体験入団しますっていうアドリブで言っちゃったもんだから、まあ、このなんだろう、この嬉しいやら嬉しくないやらみたいなのって何、何この感じってどういう感じって表現したいの、嬉しいじゃん。だってプロ野球選手と一緒に野球ができるんだよ。だけど、体力的に俺難しいかもしれねえみたいなことですから、ね。なんだろう、お前はもう、ここまでのボクサー生活の中で、あと一発パンチを食らったら確実に、廃人になるって言われているボクサーが、今、乳ビンタをされそうになってるみたいなことかな。すごい綺麗なおっぱいで、嬉しいんだけどさ、みたいな、まあ、ほら、例えも失敗でしょ。これというのも、まあ、テーマ曲がブツ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 ってなっちゃったからですか。もう俺のせいじゃないですよ。まあ、しょうがないですよ。まあ、それで、行ってね。朝の、キャンプ自体は10時に大体始まるんだけど、早出っていうのがあって、早出は何かこうメンバー指名でちょっと早めに練習を始めるっていう。で、それは有望な若手とか、あと、重点的にやりたい練習があるみたいな人が早出なんですけど、で、それが、一人はさっき言った、その、堂上、兄。それからあとね、中村選手と二人いるんですけど、これ二人ともまた外野の、今年一軍で頑張れる中村が二人。それと、ゴールデングラブ賞セカンド、荒木。ショート、井端。で、それからサードの森野。と、伊集院光。これが早出なんですよ。で、この早出が、8時半から、8時半から、練習始めってことになって。で、まずランニング、最初、ウォーミングアップで、軽く体動かしとくぞーっていうのが、さっき言ったずーっとランニングでヘトヘトじゃないですか。でもなんかこう、コーチなんかも来て、ね。で、一応、俺も取材ちゃんとしなきゃと思うからさ、倒れる前ちゃんと取材しようと思って、その若手に、やっぱり若手からすると、正直こう、雨降ってくんないとか、雨降ってくんねえかな、休みてえなと思うでしょ。いや、そんなもんないですよ、なんつってて。だけどほら、よそのキャンプだと4勤1休だけど、中日は6勤1休ってやっぱりすごいこう厳しくて有名だし、そりゃ疲れも出るでしょみたいな話してて、出るでしょなんつってて、まあ多少は、そうでしょそうでしょそうでしょ、中日はだってもう予想よりキャンプきついんだから、疲れちゃってんでしょうよ、はいって言ったら、それを河合コーチがめちゃめちゃ睨んでるわけ。
俺じゃなくて入っていた若手を。最悪でしょ。最悪でしょ。もう河合コーチが、あー、疲れてんなら別に二軍キャンプもあっけど、みたいな顔で河合コーチが見てるっていう最低のスタートです。最低の。若手からしたら、こんなやつ来てるから俺たち怒られんじゃんの、あの空気での、で、スタートで。で、最初じゃあ何しようかってことになって、何をするかってことになって、ノック。河合コーチ、あの、ジャイアンツで送りバントの、世界新記録を出して、去年は1年中日でやった、2年かな中日でやった、今年からコーチの河合コーチ。それともう一人、12球団のコーチの中で一番ノックが上手いと言われてる高城コーチっていうこの二人のコーチが、まあ、中村、二人とどの上は外野なんで、外野また別のコーチと練習で、内野ノックを始めましょうってことになったの。で、河合コーチの担当が森野岩田。で、高城コーチの担当が荒木伊集院なんですよ。ね。ほいで、その、ノックをやってるんだけど、とにかく迷惑かけないようにしなきゃと思って、もちろん、それは高城コーチは逆にノック名人だから、荒木にはこういう打球を打つし、伊集院にはまあ、とりあえずはその参加、お味噌扱いですよ。なんかこう、一応参加したっていう気持ちになれよっていうぐらいの緩いノックを打ってくれるんだけど、それでも、それでもきついわけ。それでも相当もうヘトヘトなわけ。で、10球ぐらい取ったりエラーしたりしたとこでもう俺ダメだと思って、早いですよ、そら。あのね、10本ノックっていう、10本ノックで大特訓ですよ、10本ノックですよね。ええー。大体プロ、もうプロの1本って大体100本分って大体なってますから、今の相場では、レートでは、高城コーチの1本は大体、高校野球でいう100本ですから、ちょうど1000本終わったっつって、で、こう、もうダメですよ、俺危ねえ、このままじゃ怪我すると思って、ラインの外出てたらさ、何がきついっつってもさ、下手くそと組んで2人だったら、1本打って次の下手くそがうろうろしてる間は休めるわけじゃんか。だからもうなんかわかんないけど、一緒に組んでた荒木さんが、大特訓みたいな時代、もう延々とマンツーマンでバンバン延々とノック打たれてるっていう段階で、ああ、やっても休んでも迷惑ってかけられるんだみたいな、いろんな形の迷惑かけられるんだなみたいなスタートですよ。で、その後、一旦こう朝飯があるサンドイッチなんか食って、で、本体の、全員の十字合流みたいな時に、ロッカールームみたいな、普通だとやっぱ取材の人入んないようなところで、サンドイッチ食いながら、また戻ってきた、ちょっと、新しく来た若手とかに、他のチームの取材すると、お昼の1時半ぐらいにもう終わっちゃうチームなんか、日ハムなんかは外国人監督だから、割とこう、強制でメニュー組まないんで、日ハムの、なんか1時半2時ぐらいで終わっちゃうのに、中日は下手すりゃ6時ぐらいまで延々とやってんの。だからそれ大変じゃないですかって言ったら、全然大変じゃないですって。いやでも大変でしょって言ったら、まあそれは後ろに河合コーチいるんだけど。また本当に俺もう、すべての練習でうまく迷惑かけてくな、みたいな。で、党内連携っていう次、今度、10時になったら、全員集まったら、党内連携、党首の党と内野手の内で党内連携っていう練習が始まって、ピッチャーはピッチャーマウンドでボールを投げるポーズってか、投げる振りだけします。ボールを持たずに。で、バッターボックスに、高城コーチがいて、その、投げたタイミングで、その、まさにこう、実践のシミュレーションとして、打球を打つと。で、内野全部とキャッチャーがいて、で、それに関して、こう、実践さながらに、フォーメーションを取って動いていくみたいな練習なのね。ほんで、こう、始まる前に、コーチが、ワンアウトランナー一塁とかって言って始めると、要は、ワンアウトランナー一塁の時に、自分のポジションはどう動けばいいのだろうかっていうことを体に叩き込む練習なわけ。で、横に渡辺さんっていうそのファーストの選手がいて、で、代打、主に、中日だと、外国人選手のウッズっていうのはファーストやってるんで、その代打をやったりする渡辺さんっていうファーストの人がいて、これどうすればいいんですかって、俺今度ファースト入ってたから、とにかく、まず、この時考えられるのは、ワンアウトランナー一塁だと、ピッチャーは牽制球を投げるかもしれないから、一塁に。だから、まずは一塁ベースにつくと。で、ピッチャーの足がホームの方に向かって上がったら、もう牽制球はないから、バッターの方を向くと。ほんで、バントをしてくる可能性もあるから、
番頭してくるなって思ったら前に出る。で、逆に強行で打ってくるなと思ったら出ないみたいな、なんかそういろんなこうケースを教えてもらって。んで、まあ一応高校野球でもファーストなんかが守ったことあるし、まあ、野球見てるとファーストの役目ってこんな感じだなはわかるから、まあそのファースト行って。で、したらね、ピッチャーがね、バレンタインっていうね、新外国人選手のピッチャーがいて、背番号4のピッチャーがいて、で、なんか、話に聞くと、すごい真面目な外国人選手らしいのね。外国人選手練習嫌いだから基本的に、で、日本のこういう長いこう練習特に嫌いだから、意外にチンタラやってる人多いんだけど、バレンタインはどうもその、すごい真面目で、で、しかも中日は、割と外国人のピッチャーとか、外国人の人、外国人の枠がいっぱいだから、生き残りに関しても相当きちんとアピールしたいって意識を持ってるから、真面目練習取り組んでるよ、なんていう前情報はあったんですよ。バレンタインっていうピッチャーがいて、ほんで、その、バレンタインがこう投げる真似したところで、投げる真似して、高城コーチ何やってくっかなと思ったら、バントなのよ。バント。で、したらバレンタインと俺がバーってまっすぐ行って、まず、デブってブレーキ効かないじゃん。バレンタインを引きそうになるという。まあ、チンプレスタートですよね。で、チンプレの時に、真面目ってのはいいことばかりじゃないね。てめえ俺を殺す気かみたいな顔で睨むね。で、白人にあの顔で睨まれると、きついね。日本人はやっぱ相当きついね。ほんで、まあ最初それでスタートして、で、ピッチャーが代わり番号変わって、で、ファーストも何人かのファースト候補の選手が変わって、ずっとローテーションしてやっていくんだけど、なんか次来るとまたバレンタインなんだよね。ピッチャーだって8人ぐらいやってんだぜ。で、また背番号のバレンタインがいて、ほいで、今度、またワンアウトランナー一塁って言われてどうしようかなと思ってバレンタインが投げる真似したら今度高橋またバントなわけよ。あ、バントだと思って引いちゃいけねえなと思いながらバーって行って、今度はバレンタインの方がボール取ったから俺は引かずに済んでるわけ。バレンタインの方がかなり先にそのダッシュかけて、バレンタインの方も引かれたくねえと思ったと思うんだよね。アメリカから来て交通事故で、しかもその沖縄で、沖縄のグランドの上の交通事故ですぐ帰るのは嫌だから、相当早くダッシュして取ってるから、俺は別にもうやることがないわけよ。やることがないから、ファーストベースはセカンドがカバー行ってるから、もうその時点で俺やることないから、ぼーっと突っ立ってたら、バレンタイン振り向きざまに一塁に投げるのに、俺が邪魔なんだよね。で、こういう、後で聞いたら、こういう時は俺はしゃがまなきゃいけないらしいんだけど、もうバレンタインを引かなくてよかったっていう感じになってるから、俺ただ単にボケーって突っ立ってるわけ。でいて、バレンタインがまた、多分頭が F で始まるようなことだと思うな。多分ね、わかりませんけど、間違いなく怒ってるっていう、感じでこっちを睨んでるわけですよ。でも考えてみればそうですよね。バレンタインからしたら、俺何なんだよって話じゃ、まず他の人はバラエティのタレントが来て、それ一日体験入団をしてるって意識はあるだろうけれども、お前何ジャージで。なんか部外者のくせに中入ってるけど。で、しかも、バレンタインは一球一球ですよ。一球一球アメリカから出稼ぎに来て、首脳陣に対して、俺は、こういう守備もうまいし、その、ノックも真面目に受けてるぜ、みたいなことを、全部アピールしたいわけじゃないですか。ね。にもかかわらず、デブがうすらぼんやりとそこに立ってるせいで、結局俺はバント処理も結果的にできないやつって見られてんじゃねえのって思ってると思う。ね。でいて、まあその、苦笑いしながらまたそのローテーション変わるじゃんか。で、またしばらく俺も心の傷が癒えないわけ。だって、白人にあんな顔されることはあんまないもん。ねえ。あんまり、ね、さ、大人になってからさ、大人に怒られんでも凹むじゃん。しかも 100% 自分が悪いことで。で、もう、その10分間のうちに2回、白人に怒られてるからね、俺相当。外国人に怒られてるから相当心の傷も癒えないわけ。でも、せっかくの体験なんだから、もう1回と思って帰ると、またバレンタインなんだよ。ピッチャー8人いんだぜ。ファースト入る野手だって4人ぐらい入れ替わり立ち替わり入ってんだぜ。普通8と4の最大勾配数見て、最小勾配数みたいなタイミングでしかさ、合わねえと思うんだけど、なんか俺がファースト入るたびにバレンタインなわけ。ほえてさ、もう、その、どうしようかと、もう、やっべ、バレンタインに、これ以上バレンタインに迷惑かけらんねえと思ってんじゃんか。したら今度、また、ワンアウトランナー一塁って言われて、で、やってたら、今度、高城コーチ、強打なんですよ。強打。で、
一塁と二塁の間に、やや強めぐらいのゴロが飛ぶっていう、ね、いう打球が来たんですよ。で、そういう時一塁は一応そのゴロを取らなきゃならないわけです。ゴロを取った時に、セカンドに投げればいいです。セカンドに投げて、投げれば、守備は完了だから、今回はバレンタインに迷惑かけることがないと思ってさ。ほんで、その、一、二塁間のゴロを取って、セカンド投げようと思ったら、ゴロが意外に緩かったんだよね。キャッチャーが、ファーストって言うのよ。で、ファーストのカバーに誰が入ってるかっていうと、バレンタインがかけてきてんだよね。もうさ、バレンタインにボールを投げるっていうことがもうこう、何か起こんじゃねえかと思ってさ。で、またね、このね、野球やってる人はわかると思うんですけど、練習中に投内連携で一番ピッチャーの怪我が多いのがこの打球なんですよ。なぜならば、その一塁にピッチャーかけてくるところの、そのピッチャーの、その、が、進んでるスピードを計算して、トスを、ピッチャーの前の方に、要するにベースの上にトスを投げて、ちょうどそれも投げるタイミングを、ピッチャーがその、走ったスピードを落とさずに、ベースを踏みながら取れるところに投げるっていうのが、ポイントなんだけど、要は、ダーって全力でピッチャー走ってきたところに、ベースっていうあの膨らみがあるから、変な投げ方しちゃって取るのに必死になったりすると、ベースにつまずいて捻挫リタイアっていうケースがすごく多いんですよ。そのプレーは。そんなの頭の中入っちゃってんじゃん。で、過去二度バレンタインにあの顔で怒られてんじゃんか。もう手なんかガチ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 ってなっちゃってるわけ。ほいでもう、ベースの上にって思うととんでもない方行くよね。睨まれたよ。怪我はさせなかったけど、バレンタイン、そりゃ睨まれた。ものすごい睨まれた。俺、バレンタインが今後ね、すごいピッチャーになろうがなる前が、生涯忘れねえと思う。あのね、ゲラゲラベブですですぞーで、むしろ体脂肪率 100% 目指してますからで、なんだけど、そうするとベブやめろよーベブですだってさ、あんな近距離でさ、白人とコミュニケーション取るなんてさ、パックンマックンのパックンぐらいだよ俺。パックンなんかいつも笑ってるもん。パックンあの顔しないもんね。俺多分次パックンに会ってもきついわ。あんなに睨まれちゃったら。せっかくさ、もともとさ、俺英語なんか全然ダメだからさ、そのちょっと外国人のアメリカ人に会うだけでも萎縮してたのにさ、それこそパックンと話したりするようになって、ずいぶんリラックスできるようになったのに、もうバレンタインでかなり元戻っちゃった。で、その後さ、まあなんつったいのかな、もう野球が大好きで、プロ野球選手ってものに敬意を払いすぎて、変な話俺相当萎縮してるわけ。ね。だって、向こうはすごいプロなんだからさ、ね、アマチュアが来たところでさ、多少のヘマをしようがさ、怒りゃしないよ。まあ、バレンタイン以外は。だから、俺らで言えば、俺らが何かこう、例えばイベントで舞台に上がるじゃないですか。で、そこに普通に素人のおばちゃんが来て絡んだ時に、おばちゃんが何言ったって、怒りゃしないし、で、それで、その滑るようだったらね、そのおばちゃんのコメントのせいで滑るようだったら、自分のせいだってことぐらい分かってるじゃないか。それがプロとアマの絡み方っていう問題だから、まあ、プロ野球でも、まあ、そんなもんじゃねえかなっていう、そんなもんだって思うとするんだけど、するたびにバレンタインのあの顔が、そうか、でもバレンタインからしてみたらオーディションだもんっていう。もちろんその、それはね、井端荒木のゴールデンコンビなんか俺に優しくしてくれますよ。それは中日ドラゴンズの要ですから、中日ドラゴンで何があろうが外されることのない選手だけど、バレンタイン新入団ですから、ゴングショーですよ、ゴングショーゴングショー組ですよいくら元メジャーリーガーとはいえね、外国人枠もありますから、そら怒るなーなんで、ちょっとまあしょぼくれ始めましてね、で、被害妄想とかの頭いっぱいになりましてね、それで、中日のキャンプ1日体験入団って、言われてきてるにもかかわらずですね、自主的に球拾いみたいなことを始めまして、私。それもあの、トスバッティングでこぼれた球を、拾ってはカゴの中に置くっていう、運動要素の一切ないやつですよね。を始めましてですね。したら、荒木選手が来て、次、バッティング練習参加しませんかっていうのね。で、いや、僕はもう、めっそもないです。いいです。僕はここでボールをとても拾いたいんですよ、みたいな。プロのキャンプでボールを拾う経験をしたいんで、みたいな感じになってるわけですよ。でも、バッティング練習でも今日はピッチングマシンじゃなくて、一軍のピッチャーがどんどん調整を兼ねて投げますと。
で、それで打席に立つだけだってすごい経験ですよって言われて、で、それで例えばボールがこれぐらい速かったです、この時期にこういうボールを投げてるんですよっていうだけでも、まあ、荒木さんいい人なわけ。ね、それだってもう絶対他の人できない経験ですから、入った方がいいですよ、打席っていうわけ。あ、そうですかつって。それじゃあ、ここで今、この選手とあの選手が打ち終わったら、次入ってくださいつって、しかも自分のそのバッティンググローブ、手袋とかをくれてさ、で、バットもこれ使ってくださいなんて、その、自分のバットを貸してくれてさ、これに報いなきゃ、報いなきゃ、その、自分でちゃんと経験して、プロはすごいって言わなきゃと思って、その、ゲージに入ろうと思ったら、ピッチャーがバレンタインなんだよ。もう、それだけで、おい、もう、無理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 って、これ無理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 って言ったら、ただ、ピッチャーがバレンタインだからで、だからで、バレンタインと俺の相性の問題じゃなくて、その荒木さんが、外国人ピッチャーじゃない方がいいと。コントロールのいいピッチャーで、で、しかも、これもプロってすごいなと思うんだけどね。ミニピッチャーは、この時期まだ仕上がってない時に全力投球すると、すっぽ抜けて、右バッターの方に来る暴投があるから、ミニピッチャーじゃないで、左ピッチャーの時の方がいいって言って、はい、その方が、もう全然、その方が全然いいですよね。絶対その方がいいですって言って、ね、とにかくバレンタインを、とにかく、ノーモアバレンタインで俺頭いっぱいになってるから。で、でしたら、じゃあその、石井っていう、結構みんなの中では、プロ野球詳しい人はサイレント K って言えば、知ってるかもしれませんけど、ちょっとね、耳が、不自由で、だけどもプロ野球選手になったっていうすごい選手で、で、今年も、それこそローテーションの一角に食い込むかどうかっていう大事な年だったりする、その、石井っていうピッチャーが、その投げるときに打席に入ったらどうだって言ってくれて、しかも石井には俺言っとくからっつって、で、石井さんにもちょっと話してくれて、もうめちゃめちゃ嬉しいわけ。ゲージの中でプロのピッチャーがこの時期とはいえ、そのまだ仕上がる前とはいえ、マウンドから投げる球を、硬球を打てるっていうのがすっごい嬉しいわけ。ほいで、俺がバッターボックス入ったあたりで、ちょうど落合監督が来て、で、したね、落合監督、まあ俺の気のせいかもしれない、ちょっとピリピリしてる感じなんだよね。んで、まあでも、俺の方は、落合監督が見てる前で、プロのピッチャーとバッティングができるのは嬉しいから、もうワクワクしながらバッターボックス入ったら、石井が1球目投げたやつを、もう、無我夢中で振ったら、かすったのよ。で、かすったら、あ、かすった ピッチャー、ビシュー、かすったと思ったら、ギャーって声が聞こえて、バッティングキャッチャーがチップをももに受けてひっくり返ってんのよ。痛い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 つって。ってなるじゃん。で、これだけでもなるのに、後ろで見てた落合監督が、てめえ何痛がってんだよみたいな。そんな痛がってんならやめちゃえみたいな。で、苦笑いで、あ、全然大丈夫ですって、そのキャッチャー、なんていうキャッチャーかな、多分あれ若い子だよ。それも、一軍キャンプ合流する、いわゆるバッティング練習専用のキャッチャーじゃない。いわゆるちゃんと選手のキャッチャーです。一軍候補のキャッチャーで、もう、カトリー、あ、大丈夫ですって言いながら、こう、座って向き直した時に、多分俺をちょっと睨んだ気がする。ちょっと睨むよ、それは睨むだろうなと思うじゃん。ほいで、ピッチャーがもう一球、石井がボール持って、俺のとこに、次のモーションに入る時に、落合監督が、かすらせてんじゃねえ。要は、落合監督が厳しい人ですから、テレビが撮ってんだぞ。ね。で、ここで、素人がバッターボックス立って、ね、例えばプロのピッチャーの球がかするんだって思われることは、それはドラゴンズの恥だということだと思うんですよ。ね。ちゃんと投げろ。だけど、石井投手からしてみたら、その、おもてなしもあるし、何より、ぶつけちゃいけない。ね。普通のバッター、プロの最低レベルのバッターでも避けられる球を素人って避けられないじゃんか。ね。で、しかも、なんつったのか、しかも運動神経が、それ、頑張っても5段階評価の体格が1位なんてやつっていうのは、インコースギリギリなのにもかかわらず、避けようと思って当たりに来るってわかる。ね。全然当てる気ないところを当たりに来ちゃいかねないから、ど真ん中ぐらいしか放れないわけよ。っていう枷があった上での、さっきのファールチップなわけですよ。でも、落合監督は変な話、その石井の運命を握ってる人じゃないですか。今年一軍に入れようか入れまいかから始まって、それが、かすらせんじゃねえ、当てさせんなっ
ビシッと怒られて、その次からの石井の球が早かったねーバーンつって、ズダーンって入って、で、何今のと思って見てると、落合監督が、うん、ストライクだよ。ああ、はいみたいな、あれでまた、次の球が、ズダーンつって、ああ、なんだこれみたいになって、これでいて、もういいだろ、じゃあ最後ラスト1球なって言われて、じゃあ最後ラスト1球を、もうとりあえず、見逃してる絵ばっかじゃ、きついじゃん。とりあえず振るだけ振っとこうと思って、もうこんな球見れただけで十分だから、振るだけ振っとこうと思って、もうピッチャーがもう足上げで投げる寸前ぐらいからもう振り始めて、うわーって振ったら、カキーンってセンター前ヒットなの。マジで。すっげー嬉しくて。めちゃめちゃ嬉しくて。ちょうどバッティング練習からピッチャーの前にネットがあって、そのネットにカキーンスカーンって突き刺さるような打球で、周りも観客結構いたんで、観客もうわーって盛り上がって、俺も、やったー監督見ましたか見ましたかーって監督の方パーって見たら、監督苦笑いはしてるんだけど、あんまこうご機嫌よろしくない感じなわけ。と思いながら、まあ、カメラの方走ってて、やりましたやりましたって言ってたら、まあ、石井の怒られてることと来たら、すごいわけ。ああ、そっか、そっか、みたいな。で、俺また急に変なテンションになってきちゃって、で、テレビ東京のスタッフの方が、どうでした?打った感想は?とかって言われてんのを、なんか、喜んでいいやら悪いやらみたいになって、でもあれですよね、石井投手も素人相手に ぶつけちゃいけないっていう枷がある中で投げているわけで、で、あと、これが公式戦になれば、その、変化球とかも混ぜてくるし、ねえ、みたいな。そういう意味じゃ、それを考えたらやっぱりプロってやっぱ、すごいな、みたいなっていう。こんなさ、石井からしてみたらこんな痛いコメントねえじゃん。なんであの肥満児にプロ野球選手が気使われたようなコメント出されなきゃいけねえんだよ、みたいな。うん。だから俺死ねばいいんだよな、結局な。やらして、やらして。ビーってなる、上のラムネ。あげるからやらして、やらして、やらして。うまい棒の袋についた粉。あげるから、ビッグポイントカード。あげるから、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 やらして、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 もういい加減にして。いや、でも、正直嬉しいよ。そら嬉しいよ。ね。まぐれだっていうのは、100% わかってますけど、ね。その、中日ドラゴンズのピッチャーの球を、しかも後ろスピードガン測ってて、140キロ弱ですよ。138キロ出てたやつを、僕センター前ヒット打ってますからね。やべえ、もうちょっと喜んでいいよな。別にそうだよね。だけどさ、この素直な喜びを出せない感じもわかるでしょ。もう、だって俺が喜べば喜ぶほど怒られる人いるわけじゃんか。ね。これでさ、ただこれ沖縄ネットしてんだよな。しかもね、次の日の中日スポーツを見たら、中日スポーツの記者の人が俺のそのヒットを打ったことを含めて記事にしてくれてて、んで、その、中日スポーツの記者が、その後、石井投手にインタビューしてんだよね。そのインタビューの受け答えが、目に浮かぶぐらい言葉少な。すごい。絶対当たるとは思わなかったんですけど、てんてんてんみたいな感じ。大変申し訳なかったですわって。ほんで、その後、みんなバッティング練習を落合監督見た後に、したら落合監督が、その、じゃあ最後に、ノックしてやるよ、じきじきにっていう。この落合ノックっていうのが、俺去年多分中日のキャンプの取材に行った時に、行った、参加じゃなくて取材に行った時の、明けのこの番組で俺多分言ったと思うんだよね。落合ノックがどれだけすごいかっていう。その時は、森野っていうサードの選手が、そのノックの餌食だったんですけど、とにかく強い当たりは一切なし。守ってる野手の足の速さを考えて、最初から最後まで一度も止まらずに走れば正面で取れる程度のボテボテのゴロを右に左に打ち分けるんですよ。で、しかも、右に行って、やっとそれを取りましたっていうと、もう取った時には、コツンっていうバットでこうボールを打つ音が耳で聞こえるんですよ。振り返ると逆側にもうノックのボールが行ってるわけですよ。で、それも、もうこれ無理だわっつって、追わないと、このノックのボールが、ちょうどこう外野が芝生で内野が土なんだけど、その内野と外野の間のところで止まるぐらいの弱さなんですよ。要は、ノックってさ、ほら、結局抜けて外野まで行っちゃえば、今の打球はヒットだったんだからしょうがないっていう言い訳もできるんだけど、
これがもうね、なんつったらビリヤードのごとくコントロールされてて、見逃した日には、みっともないことに行けば取れたっていうのが確実に証明される位置でボールは止まるの。それを延々とコツンコロコロコロ、コツンコロコロコロを延々右に左に振られるという、あの地獄のノックなんですよ。ほんで、まあ、旗で見てても辛かったけど、まあ変な話、やってみてもっと辛いのわかるね。要は、右打った、左打ったをずっとやってるじゃん。そうすると次左だからって、もう取った時には次向こうとするじゃん。3歩ぐらい歩いたところで目に入るのは、今度は、打つ瞬間に、なんつったらいいかな、バットを返さずにスライドさせて、今来た方向にもう一回転がっていくような気がするんですよ。それと、ボールがこう微妙になってたらいいのかな。カーブ、スライスしながら外に行くから、最初に出たスピードから途中から上げてかないと取れないとか、そういうやつを打ってくるんですよ。ね。で、しかも、すごいと思うのは、プロ相手にそれができるっていうこともすごいんだけど、俺相手にも、見事に初めて俺の脚力を見るわけじゃないんでしょ。俺の脚力、しかも、そんな遅い歩みの動物がおるんかねっていう俺に対してでも、最初の3球ぐらい正面に打ったやつで、なるほどこれぐらいの動きねって多分わかんだろうね。まあとりあえずエラーはしないよ、変な話抜けはしないんだけど、一回も休めないあのペースをずーっとキープさせてゴロのノックをずーっと受けてるわけ。本当にこれ俺このまま死んじゃうと思いながらずーっとやってて、そしたらね、奇跡は起こるね。大雨降ってきた。大雨降ってきて。もうめちゃめちゃ嬉しくて、ズワーって降ってきて。で、落合監督が、もうしょうがねえな、あと3本つって、3本取って、ありがとうございましたって終わりですよ。もう動けないぐらい。5分ぐらい動けない。その場に座り込んで動けないぐらい疲れて。で、落合監督が、この後あれだな、最後ランニングさせようと思ったのに、これ雨じゃこの後の練習全部なしだな、みたいな話して。で、あー、これでランニングしてたら俺死んでたわ、と思いながら、その着替える方にこうやって足引きずって歩いてったら、もう全部全員練習中止になってこうやってみんな戻ってくんだけど、そこの今日の練習メニューのところに、降ってきたのが4時、3時半ぐらいなんだけど、4時から、鎌田っていう光の内野手がいるんだけど、鎌田。ね、落合コーチ監督とマンツーマンで特集って書いてあるわけ。ね。で、それがなくなったわけじゃん、鎌田も。で、横に鎌田さんがいたから、鎌田さんよかったですね、あのノック受けないでって言ったら、いや、受けたかったです、ノックっていうのね。河合コーチがすぐ後ろにいるの。誰だよ。何神何だよ、お前。ジャンク！なんか、この頃さ、クソデブはクソデブなりに、ちょっと走ってるとか歩いてるとかさ、自転車乗ってるとか、そんな話をこう、してさ、聞いてる人もさ、おう、デブはデブなりに走ってんだって、まあ思ってるのかどうか知んないけど、まあ、そういう感じじゃないですか。だけど、あの一日の練習で、筋肉痛とかじゃないね。痛だね、もう。筋肉痛ってのはなんか筋肉の中になんか乳酸がどうのこうのとかなんかそういうなんかわかんないけどシステムでなるやつでしょ。もう痛で、大怪我ですよね、多分。もうさ、寝返りも打てないぐらい体痛くてさ。ほんで、次の日の朝ももう、俺は下手したら首から上しか動かねえんじゃねえかぐらい体中のどこが痛いのかもうわかんないぐらいの筋肉痛なのよ。だけど、次の日お昼から、土曜日の昼間、お昼から、山本昌さんのインタビューっていうのが入ってて、で、それで、山本昌さんっていうのは中日で唯一の、特権を任されてる選手で、その俺たちがやってたその球場では練習しなくていい。自分の好きなメニューで、自分の好きなように、もう一回二軍用の、グランド、読谷っていうところにあるグランドで好きな練習をしていいっていう、もう、ある意味、俺流の落合監督から、俺流の調整をしていいっていうのを、まあ、任されてる選手だったりするわけですよ。で、その、二軍は、読谷。で、一軍の、その、前の日に俺が死にかけてたのは、茶谷っていうところなんだけど、その、読谷ってところに行って、で、そこでインタビューやって、で、夜またそのスポーツ魂の生放送あるから東京帰るみたいなスケジュールだったんだけど、まあ、体痛いけど、とにかくインタビュー行かなきゃと思ってさ、それで、読谷行って、そしたら、山本昌さんが、
すごいなと思ったのは、インタビュー、今日はインタビューの予定だったんだけれども、一日インタビューのために開けとこうと思ったんだけど、時間があるから午前中は練習やっぱするわ、つって。で、練習に行ってます、っていう話になって、すごいと思うのはそこなんだよね。練習なんてさ、自主的になんか絶対やりたくないじゃんか。言われたやつの何パーサボるかじゃん、練習って基本的には。まあ、プロで長くやる人はそういうもんなんだなと思って、結局、しかも、落合監督から、好きにやっていいよって言われる人ってのはそういうことなんだなっていう。逆に、言われたのよりたくさんやっちゃうから、好きにやっていいメニューにしてもらってるんだなっていう感じでさ、感心しながら行ってさ、どこにいるんですかって言ったらさ、なんとか城っていう城跡にいるっつうのよ。何やってんだろうと思ってさ、行ったらさ、城跡でランニングしてんだよね。城、あと坂じゃん、要は。山に城って気づいてあるからさ、途半、ランニングをやってんのよ。すげえな。なんでもうどんなに遊んでてもいい中日で一番年上のピッチャーが自分から途半でランニングをするとね、いう話をして出かけるときに若手の練習開けてる子たちもじゃあ僕もって言ってその若手と全員で途半ダッシュを何本も何本もやってるわけ。あ、こういうことだなっていう。その、人の上に立つ人ってこういうことなんだなって。42歳になってプロ野球で、41歳でノーヒットノーランやってる男ですからね、去年。こういうことなんだなって感動しながらさ、見てたらさ、もう、山本松さんがさ、伊集院くん一緒に走ろうぜえぇー走ったよ。途半の200メートルダッシュ8本。死ぬかと思ったね。本当に。あんな多分俺、3年分の運動した。その2日間で3年分運動したわ。本当死ぬかと思ったわ。多分、だから、変な話、その土曜日やって日曜日明けて今日なんだけど、今日もまだ体中痛いからね、俺ね。いやー、恐るべきプロ野球ということだよね。